New hair durable series 2. Hope you're revealing surprises for you. Introducing a color change to buns and bangs and braces. You can collect all 26 even ultra rare sea willow color changes in icy water. Each sold separately. Hair durable, big hair, don't care. じゃあみんな、今日紹介したいのを。ごめんノア大丈夫だよブリット。はい、みんなブリットみたいに運動神経がいい人を見たことないわ。そして今はサッカーシーズンのようね。そうなんだ、今は記録を更新しようとしてるの。連続1081回のリフティングに挑戦中だよ。私なんか1081歩も歩けないと思うわ。16、人生も17、サッカーも同じ18、ゴール、目標がなきゃねなら私の目標はみんながブリットの活躍を見れるようにすることかな。本当にすごいねブリット。951、952、何年も練習してるからね。また最初から。1、2、これこそ諦めない心ね。ブリットの活躍にこれからも期待してね。いいねとチャンネル登録忘れずに。ヘアダーブルスをよろしく。85、86、バイ。お菓子作りの天才 DD が来ているの。スイーツが大好きだけど、作ったお菓子を食べてもらうことの方がもっと好きなんだ。 DD たる。そうそう、 DD のあだ名はスイーティーっていうのよ。説明はいらないわねそれでね、今日は私を紹介してくれるっていうからクッキーを作ってきたの。 DD、 あなたが作ったの？綺麗すぎて食べるのがもったいない。でもせっかくだからDD、 とっても美味しい。新しいフレーバーの組み合わせなの。ラベンダーにレモン。ノアのワンちゃんがヒントだよ。そうだ、レモンにも作ってきたんだったこんなに美しくて美味しいクッキーを作ってくれた上にレモンも食べられるクッキーまで用意してくれたなんてすごい。ありがとうノア。ヘアドアブルズチャンネルのために特別レシピ考えようか。もちろんお願い。いいねとチャンネル登録しない理由なんてないね。 DD のスイートな動画をお楽しみに。そしてヘアドアブルズもよろしく。と思うけど超ハワイアンで素敵でしょ。なぜなら今日のゲストは、はい、みんな、私の親友で旅行好きのスカイラーよ。ハワイから帰ってきたところなの。夢のようだったわこの部屋のデコレーション頑張ったねノア。まだハワイにいるみたい。もうスカイラーったら。おじいちゃんたちは元気？うん、元気。私はずっとフラフープをしてたわ。ヘアドアブルズのみんなにスーツケースがはち切れそうなくらいお土産をたくさん買ってきたわよ。サプライズどうかな、気に入ったもちろんよ。ということでスカイラーでした。これからもスカイラーの登場をお楽しみに。旅行愛は伝染するらしいよそうだ、ハワイにはハワイアンハッピーフェイススパイダーっていうクモがいるって知ってた？まるで笑っているかのような模様をしてるの。見た時は本当に絶叫しちゃった。すごいね。みんな、いいねとチャンネル登録しないとスカイラーの冒険の話を聞き逃しちゃうよ。そしてこれからもヘアドアブルズをよろしく。アロハ。ヘアドアブルズ、ビッグヘア、ドンケア。オッケー、みんな、今日紹介したいのを。どうなってるの？あ、ごめんノア、新しいカメラのプログラムを試してたの。暗号化のアルゴリズムに問題があるよねさあみんな、この子がヘアダーブルスのプログラミングクイーン、カリよ。はいみんな、カリは私にとってのヒーローなの。 Vlog の編集ソフトを作ってくれたからこのチャンネルも作れたのよ。見た目も仲良くしてもらったし、天才なの。いやいや、そんなことはないよ。覚えてる？アプリの完成前にノアにリンクを送っちゃった時のこと。あの時点でかなりいい感じだったわ。今は何を作ってるの？どんなウェブカメラにも対応できるフィルターのアプリを作ってるわ。これでうまくいってると思うんだけど。あ、ごめんノア、バグの処理って本当に難しいのよねオッケー、みんな、いいねとチャンネル登録忘れないでね。ヘアドアブルスをよろしく。また次回会えるかな。いったー
リー？サリー？はあ、ごめんノア。ここへ来る途中に綺麗な夕日に見とれちゃって写真撮ってたの。時間を忘れるくらい綺麗だった。わかるわサリー。いつインスピレーションが湧くかわからないからね。でしょ。ねえ、私たちの出会い覚えてる？私が描いたイラストをインスタに載せて。そう、そのアートに感動したの。めちゃめちゃ上手だった。それでヘアドアブルズの一員にならないかって誘ってくれたんだよね。こうして新しい友情が芽生えたのでした。その通りね。チャレンジタイムよサリー。撮影が終わるまでに素晴らしいスケッチを描けるかしら。レッツゴー。サリーのもっとすごい動画を期待しててね。私に絵の描き方を教えられるんだから、きっと誰にでも教えられるよ。いいねとチャンネル登録もお願いね。ヘアドアブルズをよろしく。おお、バイ。はい、みんな、いつもは日中に撮影するんだけど今夜は特別よ。今日のゲストは天文学者、そして宇宙人エキスパートのネイラです。我々は宇宙人だ。今夜は何を見てみるのネイラ。私たちの未来の住処、火星だよ。火星？そう、私たちが生きてる間に火星に旅行に行ったり住めるようになるって多くの専門家が言ってるの。そうなったら自分の銀河連合軍を立ち上げるんだ。プリンセスネイラ参上みたいな。いいねいいね。全く知らなかった。本当なんだよ。ネイラといるといつも新しいこと学べるね。みんなにもいろんな面白いこと教えられるんじゃない？うん、星の数ほどあるよ。人生は勉強ね。プリンセスネイラの再登場に期待してね。いいねとチャンネル登録忘れずに。これからもヘアダーブルズをよろしく。見て、UFO よ。嘘。あー、もういなくなっちゃった。